にちは、サンディです。今日はアーバンディケイのネイケッドシリーズにから出たヒートというパレットを使って秋メイクをしていきたいと思います。で、下の方に、このパレットについているアイシャドウ名を載せていきます。それでは始めましょう。っていうか始まってますね。はい、ご覧ください。どうぞ。今回は国内で売られているショービさんの104番ロマンティックウィンクっていうアイラッシュを使っています。これが最近大好きでずっと使っています。おすすめです。はい、そして今回買ったジェフリースターのダディっていう、リップを使っています。これはニムラさんとのコラボのリップになります。もう一つの色もアイムショックも使ってます。なんか秋らしいですね。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけるとアップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。